二人で小さな声で指導員に聞こえないように、もみじを歌ったりしました。そしておばさんにも少しあげようかって北朝鮮に、いた時にめぐみさんと一緒に、ほぼ8ヶ月ほど、一緒に生活をしました。ちょっと離れたところに行って、二人で小さな声で指導員に聞こえないように、もみじを歌ったりしました。本当にめぐみさんも歌が大好き、私も歌が大好きです。なので、今度めぐみさんが必ず帰ってきたら、今度は小さな声じゃなくて大きな声でもみじを歌いたいと思っています。めぐみさんがこのカバン使ってって私に、くれました。私は何も持ってきていたものが何もなかったので、いいの、ごめんね、ありがとう、大切にするねと言ってそのカバンをもらいました。このカバンを、はい、めぐみさんと一緒に買いに行かれたと。あ、そうですね、はい、ちょっとスポーツバッグがいるので、はい、ちょっと茶色っぽい感じのね、大人っぽい感じの色の方がいいんじゃないのって私は言ってたんですけど、最終的には事故に遭った時に、そういう時に赤い方がやっぱりバッと目立つからね、何かの時にバッとうまく逃げられるっていうかね。ついこの間も、沖縄の方に、ミサイルが発射されたという報道がありました。それだけのお金が、あるのなら本当に食べ物に困っている人たちが、たくさんいるので、その人たちにそのお金で食料をもっともっと食べさせてあげたいなと思っています。